はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい、まあ、なんというかね、まあ、今回本当に地震が起きて大変なことになってったんですけど、ええー、まあ、これね、非常に考えさせられて、私どうなのかなってずーっとこの記事を見て、 思っております。それはですね、ある人々が、これ人、お手作りだって言ってますよね、あの地震のことをね。お手作りだ、お手作りだって言ってるんですけど、お手作りで地盤って隆起するんでしょうか今回のことで、4メートル地盤があ隆起したんですよ。で、これ断層が、 あいわゆるずれたために隆起してるんですけど、地盤の隆起ってお手作りで起きるんでしょうかねまあ、あのー、地震、まあ、なんていうの、その、お手作りでね、えー、大きな揺れを起こせるっていうのは分かってるんですよ。ただし、それは否定しませんけど、お手作りで地盤が隆起したりとか、 ありますかねありえないと思うんですけどね。どう考えても、あの、理論的におかしいです。地盤がずれる、プレートがずれて地盤が隆起して4メートルね、持ち上がりましたっていうのは、あ、理論的におかしくないんですよ。ただし、えー、まあ、深いところでね、えー、バッコーンってやってね、えー、その、いわゆる大きな揺れが起きた場合、 地盤隆起しないでしょう。これ断層がずれたからでしょうね。そう思ってます。そうじゃないと、まあお手作りの場合だったら予想できないんですよね。こういうことってね、まあね。えー、でもいくつ何人かの人たちはもうあのー、ここ危ないですよっても予想をしてたんですよ。 まあ、ありますからね。その、断層の、ちょうど、なんて言ったらいいんでしょうかね。えー、境目だった。これが共通点なんですよ。なんで、すっごい単純な疑問なんですけど、時間とかそういうのは置いといてね。はい。置いといて。お手作りで、 地面が隆起するっておかしくないですかだから、まあ私否定はしませんよ。あのー、ありますからそういうの。はい。えー、ちな、ちなみにね、えー、北の金ちゃんとかが地下でね、えー、カクカクシカジカの、まあテストとかをやると、さ、揺れますから。はい。なんで、否定はしないんですよ。 でも地盤隆起するっていうことはやっぱりお手作りじゃないような気がするんですけど。やっぱりね、それあの断層がずれるとしか考えられないですよね。なんてね、お手作りって言ってる人もう一回検証していただきたいなと思います、この辺を。お手作りで地盤って隆起するんでしょうか ないでしょう。今までの事例見てもないと思いますよ、それは。はい。えー、まあ、地盤沈下を起こすっていうことはあると思いますよ。あのー、いわゆるね、液状化。はい。液状化現象が起きちゃって、地盤がね、沈下しちゃってるっていうのはあるんですけど、逆って聞いたことないです。はい。 え私、否定はしません。否定はしてません。ただ、今回の場合はちょっと無理があるんじゃないかなと思います。時間のことは置いといてね。どうしてかっていうと、まあ、あ前にも何回も言ってるように、えー、予測している人たちがいたということ。はい、ここ危ないから気をつけた方がいいですよって、何,何人かいるんですよ。予測していた人たちが。 そして今回出てきた、隆起した。地面が隆起してしまった4メートルも。これやっぱりプレートの境目でずれたからっていう他に説明つかないんですよね。他に説明がつきません。なんで、これねー。 どうなのかなと思います。お手作りで隆起するもんなんでしょうか。地面が素朴な疑問です。はい、そういうことです。で、まああと一直線で世界の大きな地震とね、一直線で起こっているっていうこともまあつながってますよね。 えー、だからなんかね、その線の上に何かそういったね、断層の何かがあるとかね、地球的につながっているね、えー。そういうことは考えられると思いますけど。まあね、あの、普通に考えて、お手作りだったらね、あの、そんな一直線に並ばないと思いますよ。はい。 あとは、この、隆起した、4メートル隆起しているっていうことですよね、土地が。なんで、これがね、どう考えてもお手作りだとしたら、辻、辻つまが合わないんですよ。はい。辻つま合いません。なんでね、ここら辺もね、説明していただけると嬉しいですね、そういうことを言ってる人たちは。 時間がどうとかっていう問題は、まあ置いといて。そういうことでございます。お手作りで地盤が隆起するっていう話は聞いたことがないです。地盤沈下はありますけどね。はい。えー、それはあり得ます。液状化なんでね。地盤が隆起は、 どう考えてもね、難しいなとは思ってます。えー、誰か説明し,してくださる人がいれば説明してほしいなと思っております。まあ、理論的におかしいですからね。で、一直線に並んでるのもおかしいです。世界的な大地震とね。はい。そういうことでございます。まあ、とりあえずこちらの記事貼っておきます。 隆起してます。これ事実です。これ検証してほしいと思ってます。はい。それが証明されたら今回のもね、もしかしたらお手作りかなって、まあ、認めてもいいと思いますけどね。ちょっと今回のはちょっとおかしすぎるんですよ。はい。そういうことでございます。で、やっぱり思うんですけどね。 本当にあの、日本人はもうちょっと自、自らをね、自己反省した方がいいと思い、思ってます。そうじゃないと変な話ですけど、カルマで起きるんですよ、こういうこと。まあ、目に見えないものを信じない人は、ね、えー、そんなことは信じられないでしょうけど、目に見えないものを信じている人は、カルマでこういうことが起きるっていうのは、分かっていると思います。 日本は自然を破壊しすぎです。こんなにちっちゃな国土に50基以上も原のパスさんがいるんですよ。はい、50基以上です。えー、地位の奥に、ちなみにね、日本よりも国土大きいんですけど30基ちょっとです。 異常さがわかると思います。自然を破壊してるっていうことがよくわかると思います。これで。あと、メガソーラーですね。はい。メガソーラー。まあ、真の奥にもすっごい地震とか災害めちゃくちゃ多いですよ。自然破壊しているからですよ。地球も生きているということを 認識してほしいなと思ってます。はい。あなたが地球自身だったらどう思いますかということですよね。自分の体の上でね、ひっちゃかめっちゃかやられてね、変なもの作られてね、嫌だなって思わないでしょうか地球も生きてます。自然は大切にしましょう。まあそういうことです。 はあ、まあね、えー、私が言いたいのはそういうことです、えー。もともとね、日本人って自然と共に生きてきたんですよ。はい。こんなになる前はね、こんなになる前は自然と共に生きてきたんですよ。自然と共に暮らしてきたんですよ。わかりますよね。もうちょっと、お日本人は、 自分自身を顧みるこれがあってもいいと思います。はい、えーすべて。すべてね、便利だなんだって言って、飛びつくのはやめた方がいいと思いますね。はい。もっと自然を大事にしましょう。まあ、話がちょっとそれちゃいましたけど。 そういうことです。地面が隆起してます。4メートルです。何かを訴えてると思いませんかそれでは皆さんまたごきげんよう。今日も一日ありがとうございました。そしてね、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。えー、ちなみにこちらは大人のスケッチ塗り絵ですね。えー、こういったね、 あの、風景とかあ、男の方でも、あの、いいと思います。はい、風景ですね。こういったの塗り絵なんかもあるんで、まあ、かわい、可愛らしいものじゃなくてね、えー、まあ、あのー、いろいろなタイプのがあるんで、まあ、あのー、絵に興味がある方はね、あのー、こういったものも、調整してみるとよろしいと思いますよ。それでは皆さんまた。 ごきげんよう、沖縄おばばでございました。今日も一日、感謝感謝でございます。